二の鳥居、太鼓橋御神木である竹雄のオークス。裏には、祠が祀られている竹雄神社は、佐賀県竹雄市竹雄町の御船山の山麓にある神社。樹齢三千年とも言われる御神木のオークスがあることでも知られる。竹雄神社本義によると、天平三年に初代官主芝蕾来に神託があり、太財布を通じ朝廷に創上して、 竹内宿根を主審に以下4神を合師して創建したとされる。平安時代での旧社格は九州地区の地方行政機関である多財府の副社とされ、祭礼に国師が参考するなど、岸間軍鎮守としての役割があった。それらを裏付ける218通にも及ぶ竹尾神社文書と呼ばれる古文書が現存する。現営年間竹尾二代領主、後藤元重が、 塚崎城を築城するために、朝廷に創生して、当社を、へさき学登録に移した。文治元年の壇の裏の戦いでは、兵士追悼祈願を行い、平家を滅ぼした、源頼朝は、後鳥羽上皇の直使となしろのご家人を赴むかせ、ご教書を送り、深く感謝した。この三景を歓迎し、竹を四大領主の後藤宗明がやぶさめを奉納し、それ以来、 現在もやぶさめ神事が行われている。また、これを機に、竹雄神社と源氏との関係は密接となり、将軍家の祈祷を行う関東ご祈祷書とご家人の役割が与えられた。これらの状況は、竹雄神社文書により記されている。主催神と愛、殿神の御柱の神を総じて、竹雄大明神と合す。ありがとうございます。